ちょっと岡部、いつまでもそんなところで寝てると風邪ひくわよ。何よ。なんだクリス、いたのか。いたのかとは随分ご挨拶だな。さっきからずっとここにいたじゃない。そうだったか。そうよ、昨日も一昨日もずっとここにいたわよ。そういえばダリアン・マユリはどうした？あんた本当に大丈夫？何か不具合でもあったんじゃない？どういう意味だ？橋田もマユリもほらそこにいるじゃない。え？オカリン、てってれー。僕のこの大きすぎる存在感を見落としてるなんて、どうかしてるぜ、オカリン。キョウマ、元気がないにゃ。フェイリスの萌え萌えチャームで元気を取り戻すんだにゃ。キョウマさん、僕にできることがあったら何でも言ってくださいね。岡部凛太郎のためにその辺の食べられそうな草で私が特別ジュース作ってあげるよ。私もいるよ、岡部くん。ふむ、全員いるようだな。ではただいまより第65536回目の円卓会議を行う。お前たち準備はいいか？まったく、いつもいつも暑苦しいわね。お前こそいい加減そのおすましフェイスはやめるんだな、上州。だから私はあんたの助手になった覚えはないと言ったろうが。オカリンとクリスちゃんはいつも仲良しだね。イチャイチャしやがって、リア充爆発しろ。ちょっと橋田、私がいつこいつとイチャイチャしたって言うのよ。仲がいいほど喧嘩するって言うにゃ。羨ましいです。漆原ルカも一緒にイチャイチャすればいいじゃん。え、ダメです。僕にはそんなことできません。イチャイチャ。ねえ、お前たち、いつまで無駄話をしている。さっさと会議を始めるぞ。で、今日の議題は何なんだ？そんなものは決まっている。今日の議題は、議題は岡部？オカリン？
したん、オカリン。今日も？京馬さん、岡部凛太郎？岡部くん、岡部くん、岡部凛太郎。京馬さん。京馬。おかりん。おかりん。
Thank you.
ラボは